どうもこんにちは、ブログの川の歌です。今日はなぜ私が YouTube 動画を始めなかったのかというお話をしたいと思います。実はですね、私は3年ぐらい前からこのように YouTube 動画でお話しして集客につなげようというビジョンがですね、明確に頭の中にあったんですよ。なのに2年半以上もの間実際に YouTube 動画にアップロードすることをしなかったんです。それがなぜか、私は今29歳なんですが、26歳の時に、脱サラして起業したんですよ。で、その起業する前というのは普通にサラリーマンやってました。こういったホームページ作ったりとかブログ作ったりとかっていう今と業種は変わらないんですが、でも立場が全然違いました。誰かが取ってきた仕事をこなせばいいだけの立場だったんですよ。社長や営業マンが仕事を取ってきてくれて、その与えられた仕事をこなせば毎月給料がもらえたという、そういった立場で26年間生きてきたんですよ。で、その当時というのはこうやって動画を撮ってインターネット上に自分の姿を晒すという行為が全く無意味ですよね。する意味がありませんよね。仕事をとりあえず与えられたものをしていれば給料がもらえるという立場だったですから。でも自分で起業し集客してこなければいけない立場になったんですよ。お客さんを自分で集めなければいけない、仕事を取らなければいけないという立場に立った時に、あることに気づいたんです。この両者は絶対に分かり合えることはありません。根本的に考え方が全く違います。で、起業当時というのは、起業したての頃というのはこちらの考え方が私の中に染み付いていてですね、体や頭でもう完全にこの考え方を覚えてしまっていたんですよ。なので動画を始めたら絶対に集客につながるなと頭では分かっていても、友人に見られたら、もしこの動画を友人に見られたら恥ずかしいとか、同級生や知り合いや先輩後輩親戚など、いろんなもう私のことを知っている全ての人に見られるのが嫌だ、私のことを知っている人に見られたら恥ずかしい、痛いやつだと思われたくない、そういったバカみたいなところを気にして自分にブレーキをかけていたんです。なぜならこちら側の考え方が完全に抜けきれていなかったからです。で、今となってはもう完全に、もう3年もやってますから完全にですね、この考え方が身について染みついています、体の中に。で、今となって分かるのは、この両者は絶対分かり合えることはなくて、こちら側の立場の人の行動というのは、行動というのをこちら側の立場の人が見た時にちょっと変なやつに見えてしまって当たり前なんです。ちょっと痛いやつに見えてしまうんです、こちら側の人の行動が。で、いくらこの人が説明したところで絶対にこっちの立場の人たちは分からないです、その意味が、言っている意味が。例えば本当に極端な話になりますが、アフリカにマサイ族っていますよね。マサイ族という人たち、その人たちの考え方を分かれって言われても絶対分かりませんよね。マサイ族の立場に立ったことがないですから、分かれって言われても絶対分かりませんよね、いくら口で説明されても。それと一緒で日本人、全然その立場っていうか見た目は全く一緒ですよ。でも立場が全然違うってことに気づいたんですよ。で、今思えば本当にこの2年半って本当無駄な時間だったなと思うんですよ。動画を配信しなかった2年半、もう思いついたその日にやってれば2年半も動画今と、すごい差がつきますよね。本当無駄だったなと思います。で、こちら側の人というのは、こちら側の立場の人たちというのは絶対にこの動画見てないんです。間違いなく見てません。なぜなら私の動画をご覧いただいているあなたというのはこちら側の立場ですよね。絶対こちら側の立場なんですよ。そうでもなければ集客っていうことに興味ないですから、自分でお客さんを取る必要性がないですから、必ずこちら側の立場、もしくはこちら側に興味がある人ってことになりますよね。で、例えば YouTube で動画を見ていて、
で、その関連動画に私の動画が表示されていたのかもしれませんし、 Google でキーワードで検索して私の動画が表示されたのかもしれませんが、とにかくブログもしくは集客、そういったところに興味がある人しかこの動画にたどり着けないんです。で、それらに興味がある人はどんな人かというと、こちら側の人たちなんですよ。自分で集客しなければいけない人たちで、こちら側の人たちというのは絶対にこの動画にたどり着かないんです。まあ仮にたどり着いてしまったとしても興味ないですから、すぐに帰っていきます。そういったところで本当に悩む必要なかったなんて今思えば思うんですよね。あなたの場合も、もしですね、私と一緒同じように YouTube 動画始めたい、でも友達に見られたら恥ずかしい、同級生に見られたら恥ずかしい、そんなことを気にされているのであれば、まず見られないということを分かってほしいんです。あなたの商品に興味がある人しかあなたの動画は見ないんですよ。まず見られません。同級生や友人には自分で言わなければ、動画始めたんで見てくださいと言わなければまず見られることはありませんから、安心してください。で、そもそもそんなこと言ってる場合じゃないと思うんです。自分で集客しなければならない立場ですよね、あなたも。なのでこちら側の立場の人間として堂々と振る舞えばいいと思います。まあ、今回はちょっと私の本当に2年半という時間がもったいなかったですので、本当同じように時間を無駄にしてほしくないなと思いまして、この内容の動画を撮らせていただきました。ぜひ参考にしてください。どうもありがとうございます。